はい、皆さんこんばんはあ、あごめんなさい、えー、皆さんこんばんは、ゆうさきはじめですえー、かなりずレディオ第2回放送えー、この放送は毎週水曜日会員限定の生放送という形で収録を行って金曜日に YouTube 動画として公開していますよろしくお願いしますえー、第2回なんですけども、早くもまいさんが体調不良でお休み ということで、かなりちょっと心細いんですが、よろしくお願いします。えー、っと、今日はですね、1月の18日水曜日、今の時刻が23時9分なんですけど、今日なんか <laughs>、めっちゃ寒かったですよね。またなんか寒くなってきて、いつもなんか、 昨日いぐらい昼間の時間帯11時ぐらいからですかね夕方の5時ぐらいまで暖房なんてつけずに窓も全開で作業してたりしてるんですけどそんな寒さなんて感じなかったんだけどな今日なんかすごい寒い一日中寒い寒いって言ってなんか室内でもマフラーしてましたね <laughs> なんか古い家で暖房が行き届かないっていうのもあるんですけど うんなんか昼間ギターとか弾いてるとすぐ暑くなって上着とか脱いちゃうんですよ。なんでもうああなんでもう全然大丈夫やったんやけど今日めっちゃ寒くてなんか20日 ?1 月20日の日がなんか大寒かなんかでそう大寒っていうんですかねなんか1年で一番寒い日みたいな話をちょっと聞いて でまたその日に向かって気温が下がってきてるみたいな。えっと、西日本でマイナス6度、北日本でマイナス12度の寒気が上空に流れ込んでくるみたいな。いや、やばすぎみたいな、すごい寒い。寒いの、どちらかといえば弱いんそうなんで <laughs>、弱い方なんで、まあ、暑いのも弱いんですけど。 めちゃくちゃ寒くて、なんか、もう、ストーブ、2階が作業部屋で、ストーブなんですよ。で、1階がファンフィーターで、回してるんですけど、1階の部屋のファンフィーターも、これで灯油買わなくてもいいかなぐらい思ってたら、また寒くなってきたんで、びっくりしました。寒いっすよね、本当うん、でもうなんか、 一時あのファンフィーター派とストーブ派皆さんどっちですかねあのファンフィーターって何か3時間くらい2時間くらいに回換気してくださいってピーピーなるのがあるじゃないですかあこたつ派なるほど賢いそれもピーピーなるのも鬱陶しくて放置しててで 消えるでしょ3回ぐらいになったらうち消えるんですけどもう消えたら消えたで寒いからもう一回つけて消してして <laughs> もうつけたり消したりするんだったらもう初めから延長ボタン押しとけよって思うんですけどあ暖房使わないの鏡慶子さんやばすごいっすねあれですかあの着込むタイプですかそれはすごいあうんうん 昼間はねね寒かったですよ、ね、今,日は今日はあの前回放送でちょっと言ったんですけど車の事故があったんで今日はや、えー、午前中から隣の新の警察署まで行って,で帰って昼間には帰ってきてってしだたんですけども寒くて寒くて外がびっくりしましたね。ねえって言ってますけどもそんで。 マイさんが今日、いつぐらいだろう夕方ぐらいからなんか寒いとか調子が悪いとか言い出して、その前からなんか胃がムカムカするみたいなこと言ってたんですけど、あーどうしようかって言ってて、今日の放送どうしようかみたいなこと言ってて、でちょっと一回熱測っときなって言って、熱測ったら37度1分、これ、あれなんす微熱三十 ?37 度1分は微熱ですか平熱ですか 微熱ねえそれでうわわっついて37度で一部じゃんってこれ測った測ったで体調悪くなるやつやんみたいな <laughs> あ平熱によるそうかえー、なんだろう6度8分とかいますもんね6度8分俺だったら高いけどなえっ、ー、とね5度35度区分とか 36度一部とかそのぐらいかな僕の平熱ってもう37度1分じゃんってなってそれから測り出したらより体調悪くなってきたみたいで <laughs> あ冬場は布団に包まってますなるほど賢い賢いのか <laughs> あれ布団と一緒に歩いてるの想像しちゃいましたけど <coughs> あっ平日が37度なんですか高いですよね絶対それ平日37度高い気がするな <laughs> うんそうでなんか結局じゃああのまあ第2回目なんで1回一回休むかみたいな毎週やってたけど今週ちょっと休もうかみたいなことを言ってたんですけど いやいや、なんかそんなハードル上げずとも、ちょっとずつ進んでいった方がいいんじゃないってなんかもう俺一人でやるよって言って。うん。ただその操作方法がわかんないんですよ。これ今、あの、パソコン、Mac のパソコンは、まいさんのパソコンなんですけど、これ設定方法わかんないから、あ、そうだ、俺録画ボタン押してねえや。<laughs> 録画ボタン押してねって言われてたの押してないね。よいしょ。 今録画ボタンを,しし、ね、タンを <laughs> ここに来て <laughs> 録画ボタンを押したらいいよみたいな始まるよって言われてたんですけど今はちょっと押しましたけどねすいませんすいません。 まあここはちょっと音声だけちょっとなんか後でつけますね。前半部分。前半部分、あの、音声だけは別撮りなんですよ。音声だけは自分のリュウザキのパソコンで、今この,あのコンディサマイク横にあるんですけど、それで撮ってるんですけど、ま音声だけちょっとくっつけさせてもらって、やろうかなと思ってますけど、そうこれだけ押せば始まるよみたいな、始めていいよみたいな。オープニングやり直すだけ大丈夫です。大丈夫です。あの、音だけ、 後で足しますあの多分ねあのー、今ここでオープニングで流した音楽あるじゃないですかあのリトルシングスっていう曲をいつもこのテーマソングでと流してるんですけどそれだけ <laughs> みんなめっちゃ笑ってる <laughs> それだけにあの貼り付けたら多分大丈夫なはずなんですよ多分ねごめんねでそうそうこれちょっとあとで話すんですけどあのこれだけ押せば始めていいからねっていう準備を もうついさっきのさっきまで、22時50分ぐらいまでやってくれてて、いや、そこまでやる、元気あるならラジオ撮れば<笑><笑>なんなら、その間俺寝てたし、みたいな。9時半から、え、9時半じゃないわ、10時からかな。10時から45分ぐらい仮眠させてもらって、その間、森さんがカチャ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 ,カチャって、セッティングして、うん、じゃあ、動かせたいよってうですね。いや、そこまでやる元気のあるなら、 ちょっっっと喋れるんじゃないって思ったけどまあ、まあまあ、そこはお口にチャックで一、まあ、人でもやるよって途切れ刺すのもねなんか違うかなと思ったんですけどで前回放送なんですけどすういこと言っていいですかあの <laughs> 音が取れてないっていう <laughs> すごくない音が取れてなくてで出せなかったっていう <laughs> その さっっき言った俺の龍崎のパソコンが音を取ってるんですよ。で、このコメントとか映像っていう、まあ多分みんなにはまだ見えてないんですけど、一応映像を撮ってるんですよね。その VTuber の形っていうんですか、それの下にチャット欄がバーってやってみんなのこのコメントが見れるみたいな、それを撮ってる録画はあるのに、音がないっていう。<laughs> でも、第1回目は、あの、 一応ねこのパソコン Mac のパソコンのマイクっていうのがあるんですよでそれを撮ってるらしいんですけど、まあ、かなり音が悪いんですって俺まだ聞いてないんですけどかなり音が悪いからこれちょっと出せないかもみたいなで龍崎ちょっと離れたところに座ってたから声が届いてないみたいなちょうど真由里さんと俺の間にコンネサーマイクがあって でも、Mac のパソコンはマイさんのそばにあるから、あの俺の声が遠いんですよ。距離的に。で、俺の感じのコンディタマイクは音が取れてないと録画。録音ボタン押したんですけど、書き出しにミスってるみたいな。うん。で、しかもそれ保存してないっていう <laughs>。書き出して、ちょっと書き出したそのファイルあるでしょ音。音声ファイルがあるから、 これ消しても後からこの音声ファイルを編集すればなんとかなるって思ってたんですけど書き出しをミスってて無音状態が30分続いてるっていうそうピンマイクねいいですねピンマイクつけたいですね一人一人にねあのなんかあのラジオの,あの本当のラジオね本当のラジオとかで使ってるような マイクを1人1本あるでしょあれなんかんであの本当に声の部分しか取れないみたいなああいうのもなんかいずれ欲しいですけどねでもまあ今はなんか継続コンテンツとして継続する方が大事なのかなってちょっと思ってますまそうですねよし今何分うわもう20分じゃんすごい喋ってるあと10分で終わる終わっちゃうじゃん <laughs> いや冗談冗談です ということで、えっ、ー、とね、今週の一曲みたいな感じでですね、このラジオでも、えっ、ー、と、曲を流したいなと思ってるので、ちょっとお聴きいただいていいですかよいしょ。待ってね、パソコンの編集、パソコンの操作が難しいです。はい、いけそうです。今週の一曲、をごめんなさい、触っちゃったなんか。

いただきましたのはファーストアルバム石と石としより表題曲の石と石としでしたはいで今週のテーマなんですがでは参加いただきました座右の銘を教えてくださいとのことですえーと座右の銘って何ですか <laughs> 座右の銘って何ですかと思ってちょっと調べてみたら <laughs> 座右の銘とはいつも自分の身近いに書き示めして自分の戒めとする言葉のことである慣用句や故事ことわざなどの中から選ばれることが多い、まあ、簡単に言うと自分が生きていく上で大切にしている言葉のことであるって出てきたんですよねでも座右の銘 でうん風呂は洗ってから入るそうですね俺は絶対そう湯船になんか赤とか浮くの嫌だから風呂は体洗ってから入るみたいな銭湯と一緒のルール我が家はうんでも <laughs> 今しめかそれ <laughs> 風呂の時間ってね一日 多くても20分だから1日20分のためにね書き示してその身近に置いとくかな何 <laughs> なだろうでもなんかうん後悔しないみたいなところ結構あるかななんか「慣用句」とか例えば四字熟語とかそんなんじゃ言い表せないんですけどあんま後悔する生き方しない。 とかうんそれかあーでも不幸なことってあるじゃないですか生きてたらなんかうーんとうーんとうーんと <laughs> なんか逃す逃しちゃうとか自分にとってうわ不幸だなっていう時に人のせいにしないっていうのは結構幼い頃からあるかもしれない。中学校 ぐららいの時からなんか綺麗な言葉で言うと「運命」みたいな感じですかね。あの悪いことが起こってもそれを反発して乗り越えていく力をつけるためにこの悪いことが起きたっていうふうに処理をするんですよ自分の中でうん。だからこっから登っていく力をつけるために必要なこと必要な、えー、と運の悪さだったり。 ミスだったり、えー、間違いだったりがあるんじゃないかなって自分の中で整理すると、めちゃくちゃ、あの、<laughs> 落ち着きます。落ち着きますなんかもっとあるだろう、言い方。何て言うんですか、なんか、イライラしないとか、誰かを責めたくなるじゃないですか。うわーなんかあの人のせいでとか。 でもそのあの人のせいで自分の迷惑にかかるとか自分に負担になることもひっくるめてその自分の能力が問われている瞬間だって思うようにするとなんか全てがポジティブになるじゃあどうしようかなってすぐに脳みそが切り替わるような気がしてますねでもなんかこれ一言で言えないけど誰かちょっと教えてくださいこれに当てはまることわざみたいなのがあったらちょっと教えてほしいですね <laughs>。 でちょっともうちょっと調べてみたんですよ。あの、ヤホーでググってみたんですけど、えっ、ー、と、座右の銘、えー、自己紹介就活で使えるおすすめのフレーズみたいなのが出てきました。うんで、ことわざ10選 <laughs> 上げていきますね。雨降ってじっ固まる。えー、揉め事のあとは、かえっていい結果や安定した状態を保てるようになること。う だから人間関係でもめたりギクシャクした状態になったとしても最終的には以前よりいい関係になっていたりする前向きなシーンに使えることはですねなんかこうやって意味聞くとああんかいいなーみたいな思うんですけどいきなりですね就活でっていうちょっとの前振りがあるんで「就活であなたの材の名何ですか?」って聞かれて「雨降って地固まるです」って言われるちょっと地味だな。<laughs> 華やかがじ,じゃないよね地味だよね何でそれしたのってちょっと思っちゃうかなうん習慣は第二の天性なり、えー、身についた習慣はいつかは生まれつきの性質のようになるということなるほど、えー、小さな習慣を毎日続けていれば、えー、行動は自分の身となり第二の天性となるあでもわかるかもこれ 中間は第二の天才だけちょっと、でも、言葉で聞くとさ、んってなるけど、まあまあまあそういうことかっていう感じだよね。なんか僕はあの、えっ、ー、と、昨年の11月ぐらいから日記を書くようにしたんですよ。毎日毎日。あまりにも時の流れが早すぎて、なんかもう、い今だって1月の18日でしょもう半分過ぎてる。年明けから。<laughs> 早すぎ、<laughs> と思って。 毎日そんな何て言うの生きててさトピックってないわけじゃんそんな毎日事件が起きるわけでもなく淡々と仕事して寝て仕事して寝てっていうのを過ぎていくから何か記録に留めとかないと早すぎると思ってだから日記をつけるようにしたんですよそれが今だからまああんまりその自分でもハードル高く上げてないんで 毎日続けなくてもいいとは思ってるんですけど結局1日2日だけ、えー、続かない日っていうかその間空いちゃった日があったんですけど今まで昨日まで続いてるってことなんでこれはもう1年続ければ天性、うん、になってるんじゃないですかね、うん <coughs> えー、心安気は不和のもとあまりに親しくなりすぎると遠慮がなくなりかえって仲が悪くなってしまうということ えー、親しげなかにも礼儀ありというのはよく耳にしますよね、えー、友人や恋人など仲良くするとどうしても距離感が近くなるものですでも、えー、親しくなりすぎて相手を傷つけてしまう言葉をして口にしまうし口にしてしまうことはありませんか今しめのことわざとして覚えておきましょううん分かるんだけど <laughs> 就活で使えるかな <laughs> 心やすは不満のもとです <laughs> なんかあんまり打ち解けられないかもな君とはってちょっと思っちゃいそうですよね。そう。で観難難事をたまにす「困難や苦労を乗り越えてこそ立派な人間に成長できるということ」ああこれいいんじゃないですか人はどうしても楽な道を選んでしまうというもの人生楽して生きた方がいいという気持ちも分かりますが楽器を乗り越えた先にはあるのはもっと楽しいものなどではないでしょうか 高い目標を持って困難を乗り越える過程で本当の自分になれるんですピンチはトのチャンスということですね。うん。でも、難しい観難何時をたまにす。<laughs> これ、就活で言えるか <laughs> 噛んじゃうぞ、これ。えー、でも、これまあ、いいんじゃないですか逆、ね、境はチャンスみたいなね。うん。で、日々。 ね白木さん、日々これ口実っていうんですかね。これは、あれですか、僕がその言ってたやつですかね。これが当てはまるのかな。あ、あと、たこさん。君子は、なんて呼ぶのこれ、書を己に求め。小人。<laughs> 小人じゃないね、これ。商人は、これを人に求むっていうんですかね。 うーん確かにその相手に委ねる相手に委ねてるのか自分に自分の何かをそのえっ、ー、と求めてるのかみたいなところですかねあョ書」と書いてこれと読むそうですへえー、なるほどねこれが近いんだうーんそうだよねなんか 人に求めたところでさ何て言うのその人に委ねてるわけじゃんその自分の人生をやっぱ自分の人生で自分でコントロールしたいよねっていうのがちょっとあるのかもしれないうん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 んっていう感じでした座右の銘これはどうでしょうなんか皆さんのいい発見になりましたでしょうか ほう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 うんか,かんかんかんなんなんじもう覚えられないやかんなんかんなんかんなんなんじをたまにすあっくとりさんいらっしゃいませ今あそうそう今今週のテーマの座右の目を言ってるんですけどねなんか自分の悪いことも 運命だと思って乗り越えようっていうのを何がちょっといいことわざはないかなってちょっと探してるんですよね。そう。あ、なんか皆さんの座右の銘あったらまた教えてください。はい、ということでそうですね。今週はこのぐらいにしようかなと思います。またえっ、ー、と。来週水曜日ですね。次はちょっと待ってね。 一月二十五日、また二十三時付近に始めたいと思います。どうぞよろしくお願いします。本日は、今日も来ていただいて、ありがとうございます。また来週、さようなら。